はい、自宅に帰ってきました。今回行ってきたのはですね、北千住のフラワーミッフィーのポップアップですね。で、これは、まあ、多分動画内でもね、お話ししているとは思うんですけれども、もう過去に2回ほどやっていて、それぞれ去年と一昨年に僕は行ってきています。で、今年で3回目ですね、僕は。もしかしたらね、もっと前にから、やってるのかもしれないんですけど、僕は3回目になりますね。はい、全く同じところで開催していたんですけれども、まあ、いつも通りですね、ノベリティがあって、今回4400円以上買うと、このお母さんとミッフィーですね、手をつないだノベリティの巾着ですね、がもらえるっていう形になります。裏面は普通だね。うん、かわいい。こんな感じです。で、実はね、これ前半後半分かれていて、僕前半ちょっと買い逃しちゃったので、5月6日あたりが発売日だったので、それに合わせて行ってきたっていう形になります。まあなんとかね、4000円超えたんでよかった。で、今回買ったのはこちらとこちらですね。まず1点目。これ最近なのかな？発売されたのかな？またマスコットぬいぐるみなんですけれども、これ名称なんだろう。フラワーミッフィー。ホワホワマスコット、ベールチェックワンピース、デイジーピンク。めちゃめちゃ長いな。はい。まあこんな感じです。デイジーピンクらしいですね。ホワホワマスコット。一応ね、僕、ホワホワマスコット一つ持ってるんですよ。ちょっと持ってきましょうか。こちらですね。去年に買ったのはこちらになります。一応ね、見た目はほぼほぼ同じなんですけど、洋服が違うって感じですかね。うん、そうですね。洋服が違うだけかな。うん、になります。なので、まあ、もっとこの子がおしゃれになったっていうような感じなのかな、見た目。じゃあこの子をね、一緒に飾ろうかな。飾るときは隣同士に置いて、はい。まあ、そんな感じです。モケモケですね。で、もう一つはこちらなんですけど、僕多分どこかの動画でお話ししてたかな。なんか最近雨が多くて折りたたみ傘欲しいなって、なんかどっかでなんか動画でつぶやいてる気がするんですけど、ね、今回ちょっと買っちゃいました。ちょっとですね、これ3800円ぐらいだったのでちょっとお高めなんですよ。なので、まあ、あまり壊したくないなとは思うんですけども、はい。一応ここも柄がついてるんですけど、この柄と全く同じですね。はい、ちょっと今開いてお見せしたいと思います。とまず出した状態こんな感じですね。で、開くとあれ合ってるのかな、こんな感じになります。なんか中がすごい曲がってるけど、ちゃんと外側から見ると開いてます。でね、絵柄はこんな感じになってます。お花柄がいっぱいあって、ところどころにミッフィーがいるっていう感じ。ここだけフラワーミッフィーって書いてありますね。かわいいね。はい、こんな感じです。これだったらね、多分男性でもいけると思うんですよね、柄的には。と思って買ってきたんですけど、どうですかね。まあ僕はお花柄好きだからなんとかなるかな。はい、はい、ってことでね、ノベルティ含めた3点のご紹介でした。ってな感じで、じゃあ最後にこれをね、飾って終わりにしましょうか。ちょっとね、ホワホワマスコットはこのマスコット欄じゃなくて下段の方にしようかなって考えてます。まあ、ちょっとね、いつも毛並みが違うから、モコモコしてるからっていう理由だけなんですけど、はい、この辺に飾ろうと思います。いや、今年もね、無事に行けてよかったですね、北千住。毎年やってるから、もしかしたら毎年恒例になるかもしれないですね。ちょっと今後が楽しみですね。年始がいたらいいなって。じゃあ、行くか。動画だとちょっと見えづらい。あ、アンパンが。アンパンマンみたいな感じで顔がすり替わっちゃった。こんな感じですね。では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 、今回はね、この辺で動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。